クジラ神は、宇野大鳥り一郎の小説。1961年7月に、文芸春秋の雑誌、文学界に掲載。同年代46回、芥川賞受賞。翌1962年に、大英で映画化された、明治初期の比善平戸島和田浦。クジラ鳥たちにクジラ神と恐れられる巨大なクジラに祖父、と兄を殺された、ャキは、 クジラ神への復讐を誓い、執念の戦いを挑み続ける。右脳は前年、光の上が、芥川賞候補となったが辞典に終わり、本作で受賞の栄誉となった。選票では、井上康氏が野生的なエネルギーに満ちた作品と激賞し、他の選考委員も3位も,もしくは中立意見だった中、佐藤春夫のみが、古説な趣向きは認められずただ荒っぽいだけと、反対意見を述べた。 翌1962年に文芸春秋社より単行本化され、1981年に中央公論社より文庫本化された。表題作のほか、地獄森、光の上、西洋祈りの女の4編を収録。綿浦は架空の地名だが、現在の長崎県平戸市行月島がモデルとされる。ハーマン・メルビル、白芸の明白な影響下にある小説だが、 平戸島の捕鯨や長崎の隠れリシタンといった日本独自の素材を加味している。1971年に斉藤高尾により漫画化された。クジラ神は大映画制作、配給し、1962年7月15日に公開された日本の映画特撮映画大映東京撮影小作品100分モノクロ大映スコープ明治時代初期 九州沿岸には代々悪魔のクジラと恐れられる巨大なクジラが現れ、その凶暴な性格によりすでに何十人もの漁師が命を落としていた。村人がクジラ神と恐れるそのクジラに父と兄を殺された若き漁師、借キはクジラ神への復讐を誓う。村のクジラな主はクジラを倒した者に娘、トヨと屋敷を与えるという。そんな時、村に 流しのクジラ漁師、キ州が現れる。キ州は、シャキと反目し、彼に恋焦がれる、貧家の娘、エイを犯すが、シャキは、クジラ神を倒すことのみに執念を燃やし、トヨやエイの愛を受け入れることはなかった。そして、再び現れたクジラ神に対し、キ州は無謀にもその背に取りつく。村人たちの執念の森が無数にクジラ神へ打ち込まれ、怒り狂ったクジラ神と、 シャキの最後の戦いが始まる。やがて、瀕死となりながらも勝利した、シャキは、自分自身が、クジラ神と化していくのを感じるのだった。同作の芥川賞受賞後、大英はすぐさま映画家権を獲得した。その際、右脳は大英から100万円の原作料を提示されたという。社会派の作品が多い新道カネとの脚本を、悪名などで、大英時代劇の屋台骨を担った。 田中徳造が監督し、東方の怪獣映画などで有名ない福部明が音楽を担当した。特殊撮影は、クレジット上は小松原力となっているが、実質的には的場徹が取り仕切った。当時、大英は京都撮影所に特撮プールを持っていたため、特撮は主に京都で撮影した。クジラ神の造形は大橋支店が行い、 全長30メートルにも及ぶ実物大のスケールモデルと5.5メートルのモデルを800万円の拒否を投じて作成したが、造形は素晴らしかったもののほとんど動かせず、結局は高山良作がミニチュアを作成し、ほとんどはそれで撮影したという。結果として実物大モデルは俳優との絡みのシーンに5.5メートルのモデルは潜水シーンのみに利用された。 それ以外にも、クジラ神登場の前兆となる、海鳥の群舞をアニメーションで表現するなど、大英らしい特殊撮影が効果を上げている。本郷幸二郎と、勝慎太郎が、クジラ神の背に乗っているスチールは、アニメ合成を担当した牛尾掃除による、切り張りであった。ありがとうございます。